わっしょい、はい、下町探偵団元さんです。本日は雨の人形町、梅雨入りしたね。バンバン降ってるね。人形町からお届けなのだ。もうこの後ろがね、すぐ人形町っていうか水天宮の交差点。今日は人形町水天宮近辺をブラブラするのだ。でテーマっていうか何の話をするかっつうと、人形町のパーキングメーター事情をちょっと話していこうと思ってるのだ。この真ん前にあるのも、真ん前に3台ぐらいあるね、パーキングメーター話。まあパーキングメーターがね、なんかやたら多い、わしの印象かもしれないけど多い、こんな感じなのだ。よいしょ。さあ、じゃあちょっと行ってみようか。ほら、3つぐらいパーキングメーターだよね。なんかさ、前亀戸の時話したかもしれないけど、パーキングメーターって59分までは払わなくてもいいっていう理屈があるようなないような、それを考えるとちょっと今日の話はちょっと面白いかもしれない。パーキングメーターがたくさんあるんだけど、みんなが1時間以内にちょっと止めるんだったらお金払わないとなったらばどうなっちゃうのかな。まあ税収でいいのかな、駐車料金の収入が落ち込むわね。で、普通のコインパーキングもあるんだけど、そういうとこもみんなが払わなかったら収入が減るよね。まあそんな話なのだ。まあでもみんなそう思ってない人も多いみたいだし、これもパーキングメーターだね、3つぐらい。それがね、正しいかどうかもよく分からんのだ。でもおまわりさんも、それから中勤のおじさんたちもシール貼りに来ないからね。一時停止、左見て右見て、両方ともパーキングメーター。お年寄りは歩くのが大変だね。これもパーキングメーターだね。なんでパーキングメーターに止めないんだろう、この車。あれ、ずらして止めると駐車違反らしいよ。で、わしここ曲がるつもりなんだけど、この信号の先もパーキングメーターだね。なんていうのかな、人形町というか中央区、墨田区もそうかな。なんかおまわりさんたくさんいて、取り締まりにとっても厳しいイメージがあるのだ。中勤のおじさんもね、しょっちゅう来るし、わしも何の中勤で捕まったことか。ほら、ここも4つぐらいパーキングメーターだね。からネズミ捕りも多いしね。ネズミ捕りも何回捕まったかとか。ここら辺はないか。だけどさ、この子さ、コインパーキングの前にパーキングメーターなんだよね。わしの感覚の中では
パーキングメーターを最初増やしたんだけど、駐禁事情が厳しくなったから、みんなちゃんと真面目に駐車場に車止めてね、止めないと駐禁おじさんたちが来て捕まっちゃうよっていうことで、みんな駐車場に車を止めるようになったイメージがあるのだ。おかげで駐車場コインパーキングはもうどんどんちゃんとお客さんが来てくれて、お客さんが来てくれてるからパーキングメーター撤去してもいいでしょうみたいな感じになって、街のパーキングメーターは減ってったっていうイメージがあるんだけど、なんだろうね、中央区ここ先取ったか、ここもねパーキングメーター、中央区の人形町近辺だけかな、人形町あたりから、よいしょ、いいか、いけるか、人形町あたりから浜町とか小伝馬町とか、ちょっと隣の町まで行っても結構ロコンパーキングメーター、右も左もパーキングメーター、ここもパーキングメーターだよ、ほらパーキングメーターだらけなんだよ。で、甘酒横丁もちょっとパーキングメーター、こっからは見えないけどいくつかあるよね、うん、とりあえずこの大通りも全部両側パーキングメーターってのはなんか今時すごいような気がしはするんだけどな。パーキングメーターってね、えさっきも言ったけどどんどん減ってるような気がして、なぜに人形町だけは減らない？パーキングメーターの収入をまだ見越してるってことかしら。パーキングメーターのところに機械があるじゃない、お金入れたり時間が表示されたりする、あの機械結構高いのかね。あの機械の回収がまだ終わってないから、元取るまでパーキングメーター撤去できませんとかそんな感じかねまあそんなこともねえだろうな、うん、それとも単純に交通違反とか交通ルールに真面目に取り組んでるというか厳しい区なのかな。ずっとみんなパーキングメーターでしょ、わかりますか、で今はさ結構さ大通りだったからさまだわかるんだけど、そこにもパーキングメーターある、結構細い道なんだけど、まあ、浜の院とか今半とか人気のお店があって、人通りも結構激しい、でこういうとこなんか狭いんだからパーキングメーターそれこそ撤去してもいいような感じがするけど、今も一台あったでしょ、これもそうだよね、ここら辺も甘酒横丁もパーキングメーターが何台かある、こ
これもパーキングメーター。パーキングメーター、今パーキングメーターの枠の上を走ったけど、パーキングメーター、ここもパーキングメーターだね。パーキングメーターの枠なかったら結構ああいう風に通れば広く道を使えるよね。でここもさ、ちょっと細い道なんだけどね、もうずっとパーキングメーターでしょ。これは訪問通り、訪問通りね。まあ昔吉原があったから、吉原訪問があって、その通り、あ、その訪問がある通りに、訪問あるところにあった通りだから訪問通り。訪問通りは、今浅草の大門、あれ大門っていうのか、あっちは大門とか、須崎の大門通りとか、まあ遊郭があったところに大門通りがなぜかあったりするわね。あの信号の向こうもパーキングメーターだね。うまそうだね、集会場。肉がちょいとブームになって美味しいお肉を食わしてくれる店なんだけど、わしは行ったことね多分美味しいんだろう、うん、なんかまあ、あれだね、さすが人形町、お店たくさんあって多分その気になればいくらでも話せんだけど、まあいいや、今日はゆっくり走ろう、ゆっくりゆっくり、なんだ、パーキングメーター探しながら走ろう。お、またあったぞ、2つほど。ここにもあった、1つ。今日はパトカー多いな、なんか事故があったのかな、こいつ安全習慣違うな、なんだろう、19日、ゼロのつく日は車の取り締まりが厳しいんだよね。10とか20とか30は。8のつく日はバイクの取り締まりが多いんだよね。8とか18とか28とかで、昔は言ってたけど今どうなのかな、よくわかんない。ここはちょっとないね。この通りも信号の手前があったけどね、この通りもね、あんまりないんだよね、確か。まあだけど一通が多いんで、わしが行きたいとこに行くにはこの道通らないと行かれないんで。シュークリ、あ、シュークリ過ぎちゃったか。有名なシュークリーム屋さん、日本橋小学校、小学校の前はさすがにやっぱないのかな、パーキングメーターは。これもちょっとずつ増えてきたね、ちょこちょこっと。これそうだね、3台ぐらい。ここ曲がっちゃおう。
そうか、やっぱ信号の手前は車が渋滞するからさすがにパーキングメーターないのか。そんな感じがするな。これまっすぐ行くとまたさっき大通りじゃんで曲がっちゃうのだ。この前もでも3台ぐらいパーキングメーターだね。で曲がったとこにもまた3つほどパーキングメーター。ここもねさっきと同じなんだけど結構道が狭くて人通りが激しいんだけどね、パーキングメーターはねまだあるんだよね。撤去しようっていう方向にはいかないもんなのかね。ここ2つほどパーキングメーターでもね、なんか撤去しちゃったとこもないことはないんだよ確かね。ここか、そうだ、ここら辺、この先大通り出る手前ここら辺ね、ここら辺確か2つくらいあったはずなんだよね。やっぱさすがに狭いから撤去したのかな、確かここにあったはずだよ、私の記憶では。でまあここはちょっとよく大通り横切るわけにもいかないんで、だけどまあ先もちょっとパーキングメーターいくつかあるよね、まあでも大体こんな感じかな、ほぼぐるっと回った気がする。まあでもなんかパーキングメーター多いなーって、わしは感じてんだけど感じませんでしたか。なんでだろうね、よくわかんないけど、まあいいや、とりあえずパーキングメーターが多い人形町でした。今日はこの辺でこれでいいのだ。